どうも、逆転メダルのオシです。編集者のマリです。なんと今回ですね、前橋競輪場から長期の大型案件をいただきました。いいよ、ありがてえ、ありがとうございます。我々はこれから1年間この前橋競輪場さんのチャンネルで全国さまざまな競輪場を回って競輪場の魅力を PR していって、この前橋競輪場チャンネルを盛り上げていきたいと思います。お願いします。そしてその1本目として今回は四日市競輪場に来てるんですが、はい、なんか今回前橋のチャンネルのマスター前橋マンから手紙をいただきました。前橋マン、名前が多分、まあ、前橋競輪のさんなんだけど、もうええってあの人もネーミングセンスがちょっと昭和よね。ね、前橋競輪場のめちゃくちゃおもろい人っす。はい、でまあその前橋マンからちょっと手紙を読ませていただきたいと思います。お願いします。逆転ペダルの皆さん、こんにちは。マスターの前橋マンです。今回は前橋競輪場を盛り上げるための依頼を受けていただきありがとうございます。逆転ペダルメンバーの皆さんにはミッションを受けていただきたく、この企画を依頼させていただきました。ミッション、このミッションの名前は100万円逆転クエスト前橋真の俳優の道100万円クエスト、100万円を皆さんにはお渡しします。でこの100万円は軍資金になります。はい、皆さんはこの100万円を軍資金に今から1ヶ月に1錠を11ヶ月、全11錠を目指してお金を増やしていただきたいです。11錠。そしてその増やした金額のうちから100万円を逆転ペダルの視聴者に配っていただきます。ほう。1年後の2025年10月に開催される前橋親王杯に来場してくれた方にその100万円を配ります。なるほど、最高すぎるやんそれ。ただし100万円をその時点で下回っていた場合、逆ペダチームの自腹になってしまいます。なるほどね。なんで皆さんは11カ所の競輪場の魅力を伝えながらも逆転ペダルユーザーの皆さんにしっかりお金を配れるように、そして逆ペダチームのギャラを増やすためにここから1年間頑張っていただきたいです。なるほど、そのことです。まあ要するに1年間で100万円運用して増やせってことやな。そうですね。プレッシャーがちょっと、プレッシャーえぐいけど楽しそう。ちょっと頑張ろう。うん、でこれ見てくれてる人は普通に1年後100万円がもらえることは確定してるから、ぜひ、まあ、前橋競輪チャンネルをチャンネル登録して見続けてもらって、最後どうなるか、うちらが自腹切ってんのかウハウハなってんのか、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。いやちょっと頑張りどころやな、マジで。皆さんちょっと見守ってください。まあ今日は一発目ってことで、うん、マジで負けられへんよ。うん、絶対勝とう。昨日も全レース勝負して入りついてるからね。絶対勝ちます。あとは、四日市競輪の魅力とかも紹介してっていうのを言われてるんで、うん、それもしっかり紹介していきましょう。はい、四日市 PR 大使です。今日は一日お願いします。お願いします。じゃあちょっと一発目頑張りましょう。行こう。四日市競輪場って近鉄の四日市からバスで移動するんやけど、名古屋駅から四日市駅までそんなに時間もかからんし、しかもまあ東海地区の方はめちゃくちゃ来やすいと思うから、これマジで行ってみる価値はめちゃくちゃあると思う。東海地区以外の人あんま知らんと思うんだけど、トンテキっていうご飯がめちゃくちゃうまいね。ちょっと後で紹介したいと思います。ってことで100万円逆転クエスト一発目は四日市競輪場で増やそう。はい、お願いします。で今日の目標やねんけど、一発目からちょっと飛ばしすぎるもあれやから、うん、まあ、10万プラスぐらい目指して頑張ろう。じゃあ入るレースちょっと考えます。さて問題です。四日市競輪マスコットキャラクターのクジラ的な子はなんて名前でしょう。これ知ってます。俺四日市結構来てるんで、ポーリンくんです。正解。正解。ポーリンくんですが、ですが、はい、四日市競輪公式広報担当 VTuber は何ちゃんでしょうか。ちなみに今大会の大会名にその子の名字が入ってます。え、シスイ、シスコちゃん。シスコちゃん、シスイミユちゃんでした。ミユちゃん、シスイミユちゃんね。はい、覚えましょうね。覚えましょう。じゃあ早速1レースに入りますか。1レースいきます。はい、しょっぱなもう1レース目から言わせます。9番の谷口選手本命でいきたいと思います。
426ラインを逃がして4番手からのまっくり一撃に僕は期待したいと思います。で、73ラインも強力なんですけど、谷口選手の方がシャバンもいいんで、しっかり先まくりが決まると思ってるんで、ちょっと谷口選手を本命で狙っていきたいと思います。これでいきます。さあ一発目、もうここはもう9番谷口選手本命で3連覆3万円いきました。一発目当てよう、幸先よく。さあちょっと1年企画100万クライスト一発目、よくお願いします。よく頼みます。さあ1列目スタート。さあ谷口選手頑張れ。さあもうここは中段回って一発よ。谷口選手それに逃げる。うわー逃がされるか。あら2日目はこのまま逃げて残ってるんで、今んとこまくりではなくなった。ただ谷口選手待ってお願いよ。さあ9、73が後方からきついやろそれ。いやースピードあんな。でもくれろ。おいやー9残せ。19、19、9残れ。おお待って、やめてよ、行きたくないよ。91は来てたぞ。9がこれ垂れてなかった。でも相手は357持ってるんで、3576、8じゃなかった。8まあ、悔しい。これは後ろで前橋競輪の人がすごい顔してるいや怖いただ昨日もしっかりレース見てるんで、ちょっと入れるところしっかり今日は絞って勝負していきたいと思います。看板取ってます怒られてきたで、めちゃくちゃいただいて、早速いただきます。うますぎる。ニンニクめっちゃ効いてる。最高。これはやばいわ。マジで食べに来てほしい、みんな。ちょっと間空いちゃったんですけど、2発目これでいきます。次2レース目、6レースいきたいと思います。でここなんですけど、3番の佐々木選手本命でいきたいと思います。で展開なんですけど、49と287が上がるときに僕は前でやり合うと思ってます。で36ライン佐々木選手は1ドル上手い選手なんで、しっかり3番手につけて前が足使ったところを佐々木選手のまくり一発が決まると予想しました。で佐々木選手今節あんまり着残ってないんですけど、4日市、前走から9走走って6走1着とかなり4日市得意なところあると思うんで、3番の佐々木選手を本命で勝負していきたいと思います。あんまり足使ってほしくないけど36行く。ここ一旦岸田選手引くでしょ。前でバチバチあれやってくれ。4逃げて。よし。レリート。よし。やり合い。ミナト選手が行くんだ。いやそこやり合ってる。ただ1号後ろなんで。まだ見といていいよ。じゃあ先まくり佐々木選手頼む。何着まででいい。バックすぎてからでいい。やばい。でもやばい。いけよしよしいけ。オッケー。踏めうわー3万マジで頼む。そこまでやり合わんかったっていうのと、いや僕はちょっと3番の位置がずっと悪かったな。
分資金100万あるとはいえ、さすがにちょっときつい。今6万負けてる。ユーザーにも配るお金だから。そう、ユーザーさんにも配るお金やから、もう負けられへんのよ。ちょっと、もうまだレースあるんで、ちょっとしっかり考えていきます。いや、ちょっともうこれ以上ほんまに負けられへんから、次も8レース買ってきました。ここはもう3番の町田選手を頭固定で3連単、これでいきたいと思います。ここ展開なんですけど、これ町田選手の3キー4ラインが最高峰からのかまし先行になると僕は予想しました。1号6に横する選手がいないんで、僕はすんなり3キー4ラインが前に出れると思ってます。で、逆にこれ9番の原井選手が、マーク4回もついててしっかり横するタイプの選手なんで、しっかり町田選手残しながら前々決着で進むと思います。3番の町田選手の頭でもうここは勝負したいと思います。これどれ当たっても払いの時間8万ぐらいなんで、今までの負けほぼほぼ取り返せるんで、ここ絶対に当てていきたいと思います。もうかましいで、すんなり3社出てくれ。 OK、 スタート。もう町田選手頼むぞ、マジでしっかりかましていけよ。決めよう、ラインでいい。もうラインで決着しよう。この並びだったら引く？いや結構誘導切られてるね。いや、まだまだ行かず。マジで選手どう、これ行ったけど前出ろ。オッケー、スピードそこはちゃう。よし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 、それでも押し切ってくれ。もう3球選手仕事して、3球2でもいい、頼む、押し切ってくれ。さあ町田選手、押し切ろう、押し切ろう。よし、もうもうそのままでいい。押し切れ、押し切ってくれ、押し切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 れ、よし。まあライン決着、よかった。よし、まあラインなんですけど、しっかり町田選手仕事してくれた。680、結構したな。6万5000円弱ぐらいかな。なんでここでは3万ぐらいプラスなんですけど、まだちょっと2万3万弱負けてる。ただここちょっともう流れ乗って、あとまだ4レースあるんで、しっかり負け分取り返してプラスに持っていけるように頑張ります。 OK、 町田選手ありがとう、晴れましてきます。まあ、とりあえず半分は取り返した。6万3000円、 OK、 とりあえず半分ぐらい取り戻したんかな。今3万弱ぐらい負けなんかな、うん、プレッシャーがエグすぎるわ。もうちょっと目が顔色がちょっと笑ってなってきてる。ちょっと笑われんようになってる、こんな楽しい企画やのに。じゃあ一発目はでもほんまに勝ちたいんよ、うん、なんで次ちょっと11レース勝負しようと思ってるから、うん、絶対ここ当ててもうまくってもう2連勝したいと思います。はい、ということで11レースいきたいと思います。もうここ9番佐々木選手の頭固定で勝負したいと思います。展開としては2番の菊池選手がバック11回とかなり積極的な選手なんで、2941768533並びから294ラインが、前受けから僕は突っ張り先行になると思います。番手の9番佐々木選手はこれ自力の足も持ってるんで、しっかり菊池選手が前でバック取ったところを番手発進で9番佐々木選手がそのまま頭で抜けてくるところ、相手としては3番手の4番 E の選手と中段で足構えてる1番の松浦選手と7番の村上選手、そこの辺りをちょっと絡めていきたいと思います。これでいきます。ほんま1社ある、ここはもう佐々木選手の頭からもう3連単流しました。3番これで、当たれば10万ぐらいになる。顔がもうやばいよ、ちょっともうプレッシャーがすごくて、視聴者さんにさ負けてるでしょみたいな顔に出てるから。よし、ただここほんまにぶちゃ出ろ、いきます。
ほんまデントえぐい。3連単抜け出してくれよ、しっかり。よし、とりあえず2番が先行取れたんで、これマジでかい。頼むぞ、マジで。さあ、17ライン行く。あ、これどうする。さあ、さあ、菊池選手突っ張るか。突っ張る。いやー、8号行くけど頼むぞ。よし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 、オッケー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 、引っ張ってくれ。9の頭で来い。47打ってます。4000。マジで耐えた。菊池選手頑張ってくれて、しっかり番手から番手まくり。947、4000円持ってます。佐々木選手ありがとう、ナイス番手から抜け出し。今日群馬勢が結構、いや頑張ってる、マジで頑張ってる。ありがたい、前橋のところかな。ねえ、マジで。ここは佐々木選手頭固定だけ。3連単よかった。3連勝圧式9472140円なんで、鹿児島5万勝ち。これで多分プラスまでいったね。よかった、とりあえず破れた。やばい、もうプレッシャーエグい。プレッシャーがエグかって。よかった、ほんまに佐々木選手ありがとう。ナイス番手まくり。よっしゃ、パレマジできます。よかった、2連勝これでまくった。おっ、佐々木選手ありがとう。マジで佐々木選手ありがとう。よし、これでまくった。よかった、ちょっとよかった、ほんまに。はい、ということで100万クエスト1回目3万勝ちで終わること決めました。よかった、マジで。プレッシャーがちょっとやばいっすね。今日も一発目ってこともあったから、だいぶプレッシャーあったんですけど、よかった。っていうかさ、これ普通に負けちゃったりした場合って、もう自分らで負担しなあかんってことやんな。ほんで、そういうことです。オケラになったら100万うちらが負担しなきゃいけないし、しかも100万から超えた分がうちらの、まあちょっといやらしい話、ギャラみたいな感じになっちゃうから、増やさないとただただ1年間プレッシャーを感じ続けるだけみたいな感じになっちゃうから、結構エグい企画やな、それ考えたら。エグいよ、勝ち続けないといけない。絶対勝ち続けよ、それは。豆買いしてても意味ないんで、ちょっと稼がないといけない。稼ごう、マジで。これはでもマリちゃんがこの企画を一人やったりすることもあるってことやな。そうね、前橋の人にこの企画はオチだけっていうよりも逆ペダチーム内で持ち回って運用してくださいっていう感じでいただいたので、まあ、私だけの回とかオチだけの回とかゲストが来る回とかも今後出てくるんで、ちょっといろいろ楽しみにしていてください。チームで団結して絶対成功させよう、うん、じゃあ今日ちょっと100万円クエスト第1回目でしたけど、はい、前橋競輪さんのチャンネルで約1年間この企画アップし続けようと思いますんで、よかったら皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ってことで第1回目無事プラスに終えてよかったです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。